べしょべしょ。ああ、大丈夫だ。助かったぜ。よかった。そうだ。あれ？もう一人いるじゃん。おい、あんた大丈夫か？応答ないわね。まさか。さっきまで動いてたんだ。生きてるはずだ。女だ。生きてるの？よかった。ここ血が出てるよ。おあんたを助けた時にな。私を助けてくれたの？ありがとう。綺麗な人だな。え？もう大丈夫か？怪我は？え？武蔵も小次郎もテレテレしちゃって、今頃脳内はお花畑に違いないわ。よかった。俺にも同年代の可愛い女の子にときめける健全な心が残っていたんだな。今日のこのうららかな気持ちを大切にしよう。姫？ご無事でしたか。じい、タイとはぐれた時はどうなることかと。野良鬼に襲われてこの人に助けてもらった。野良鬼に？もしものことがあれば殿に申し開きが立たないのですぞ。姫様。ごめん、じい。姫様。そんなやんごとないお方がこんな密林をうろついたりするもんですかね。そこの御仁、お名前を伺いたいと姫様が申しております。自分から名乗りなさいよ。あと言いたいことは自分で言いなさいよ。申し遅れました。この方は上杉連合傘下猿渡武士団当主信光様のご息女、猿渡みちる様にございます。天下分け目の大戦へ馳せ参じるべく播磨の港を目指しております。天下分け目の大戦。これも奇手つきなのか？初めてですか？武蔵殿に姫様を助けていただいた礼ですぞ。一気に森を駆け抜けまする。乗せてもらえてよかったわね、武蔵。武蔵？さっきと大違いだ。何を怒ってるんだろう。おお、なんだあれ。うわ、武蔵も見なさいよ。すごいわよ、ほら。お前たちには見えないのか、この場の断絶した気まずい空気が。こういう不自然な空気には耐えられねえ。だから打ち解けてみせるぜ。いやー、俺たち道に迷って困ってたんだよ。君が森の地図を持ってて助かったぜ。返事をしてくれ。あれ、この地図の黒い部分何？歯抜けかな。でもこの辺り全部よ。話に横やりが。なあ、君はどこから来たんだ？初対面で出身地の話題は鉄板のはず。我々はですね、備中より参りました。また横やりが。そういえば播磨の港を目指してるって言ってたよな。はい、
上杉様から召集がかかり、鬼神討伐のため我ら上杉連合の武士たちが播磨の港へ集っておるのです。じゃあこれから鬼神と戦うのか。君はどんな剣術を使うんだ。武士ならば剣の話には食いついてくるはず。上杉連合ってのは何なんだ。ああ、同盟のことよ。武士団同士のね。おい、話題を奪うなよ。何度も横から。何よ。俺は今ミチルに話しかけてんだよ。覚えててくれたの、私の名前。え、獣道で揺れますぞ。捕まってくだされ。うわっ、武蔵。あれ、やべえ、このままじゃ。鬼徹刀瑠璃蓮華。お前、飛んでる。お前の鬼徹刀すげえな。お父様と同じ、私が鬼徹刀を使えるようになった時、お父様もそうやって褒めてくれたの。笑った。さっきはごめんね、嫌な態度取って。いいけど、なんで急に喋ってくれる気になったんだ。笑わない。笑わない。私ね、引きこもりなの。引きこもり？いつもジーと二人きりだから、さっきみたいに三人以上になると、どこで会話に入っていけばいいのか全然わからなかったのよ。あれ、そういうことだったのか。笑った。よかった、怒ってなくて。ねえ、このまま私と一緒に南へ行こうよ。